始まりましたタッツアの寺話の時間です今日もスタジオにはタッツアこと川田達也さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします いやーもうね、やっと梅雨に入りまして、うんえー、ちょっとね、じめじめしておりますけれども、はいえー、この雨が降ったりする季節も、たくさんやぶの中を歩いたりするわけですかまさに昨日ちょっと、<laughs> <昨>日、まあ、昨日ちょっとこう梅雨の中,中休みというか、なんでしょうか、雨が降らなかったので、うんうん、ちょっとこう南の方の鹿児島、はいはい、薩摩半島の南の方のかささたりの、はいうん、やぶの中に入っていました。<laughs> <laughs> あそれは何かかを探してたわけですか <laughs> お寺の跡とかそういう気になる墓地があるということでちょっと連れてってもらいまして気になる墓地普通の人にはあんまり気になる墓地は自分ちの墓ぐらいだと思いますけどそれを探しあと、まがい物それを探しに行って大変面白いものがいっぱい見つかりました藪の中で藪の中で埋もれてました虫がいるからね 虫も蛇も見ました、蛇も2匹見ました、もう気をつけてね、本当にね、そういうのにね、刺されたりしないように、気をつけてあの、寺跡巡りも続けていただきたいと思いつつですが、では今日もね、あのスタートしていきましょうか、ではいつものコーナーからいきましょうか、はいはい、ではお願いします。今日の文化祭ニュース。<music> 今日もね 奥の細道ですよ。そうなんですよ。またそっち系のニュースが、えーはい、今日はですねで、えー、6月13日の読売新聞なんですけど、与謝、蕪村の奥の細道図鑑が見つかる。うん、一連の傑作に繋がる。十分級の発見という見出しの記事ですけど、はい、まあね。奥の細道といえば松尾芭蕉ですけど、松尾芭蕉ですね。はい その奥の細道の様子ですね、はい、まあ歌はまあ奥の細道といって松尾芭蕉が出版してるわけですけど、はいはい、その歌とその時の状況をですね、うん、その松尾芭蕉を大変尊敬していた与謝不尊という方が描いた絵がですね見つかったというのが、京都国立博物館から発表されました。うん、これはまあは与 松尾芭蕉のことを尊敬していて、はい、大好きで大好きで、えー、大好き余ってこういうものを自分で作っちゃったという,そうですことになるわけですねもう大好きすぎて、まあ、この方二十歳ぐらいから、うんまあ、1716年生まれの方なんですけど大好きすぎてですね二十、あのー、歳ぐらいからまあ徘徊学んだんですけどその後ですねあの奥の細道って言ったらあの松尾芭蕉が東北を旅したものですけどはい、はい、そのおほぼ同じルートを 同じ格好で巡るというですね、ちょっとマニアなことを。今風に言うと、あの、聖地巡礼というやつですね。そうです。聖地巡礼を、あの、同じ格好でするというですね。<laughs> いや、今もね、あの、結構いろんな方いらっしゃいますけど、まあ、割とこう、あの、レベルの高いマニアですよね。マニアですね。ただ、あの、はい、この方ちょっとね、有名な方ですから、絵とかもうまいし、歌も読めるので、ちょっとお金は持ってた。 な,るほどなので松尾芭蕉みたいにちょっとこう製品といって清く貧しく生きるというのが松尾芭蕉だったんですけどその真似はしたくないというのがちょっとこのヨさむソンのいいとこですよね <laughs> あまあなんかそれはそれでねあの俗っぽくて親しみが持ってますね。持てますね。えー、でこの方大好きすぎてこの奥の細道とかもですね4つほど今まであの写したものが作品として残ってましてそのうちの3つが国指定重要文化財だと。 すごいねすごいですよね、うん、いうことなんですが、今回見つかったこの巻物は、その中でも最も古いものだということなので、これ、1777年に作られて、長さ18メートル、幅30センチの巻物なんですが、18メートル、すごいね、また描いたねいや、いっぱい描いてます、絵も描いて、歌も全部描いてと、これ、ちょっと怒られるかもですけど、ねあのファンブックというか、うん、同人誌的なものですよね。いやもう同人誌ですよ完全に <laughs>、はい、好きな思いを ねぶつけたそうです当時の、うん、あのトップの文化人が書いた同人誌です。18メートル18メートル、ね、でこの中でも最も古いものなので、はい、おそらくこれももう重要文化財はほぼ決定だろうと。うここどこにあったんですかね。これはですねおそらく 京都国立博物館が持ってたんですかねあそれ持ってた資料を調べたら出てきたみたいなことかなそういうことかもしれないですね、うん、どこにあったかというのはちょっとニュースには出てないんですがただ、あ今あるのは京都国立博物館ということで来月からですかね、うん、今から、今、一般公開中です。おなるほど はい、京都に行けば見ることができる。京都に行けばね、はい、はい、ええー、京都国立博物館で、えーうん、一般公開特別展示が行われているということですけれども、これもね、うん、結構大ニュースですよ。そうだね。でまたヨサブソンの絵が描かれてるっていうのが素晴らしいですね。うん、もういヨサブソンってはいはい。 まあ絵描きで超有名だったんですが、うんうん、この方が残した絵のほとんどが重要文化財なので、うんうん、それぐらいの絵の名手が描いたというのが、また新しく出てきたっていうのは素晴らしい,、ね、いやこれさ、その今の価値観とかルールであの測ると、ちょっと難しい部分もあるんですけど、そなんていうのかな、著作権とかのさ考え方がまだ成立する前なので、はい、こうそのまま文章も書き写したりとかしてるじゃないですか、ままんまですね,ね結構、音楽とかでも結構まあ,あることだけどさ、はい、そのクラシックとかの世界だと同じモチーフを使ってとか。 でもそれはこうなんというかパクろうということじゃなくて尊敬のあまり使わせていただいたみたいなまあことじゃないですか、すねはい、かこれはこれでいいですよリスペクトが感じられてとてもいいです。 いいですこれ4つ書くっていうのがもうよっぽど好きだったんだなっていう奥の細道だけで4つですよで今回5点目ですかはいはいこれ以外に野沢式コ機構も書いてますからああそうなんだ相当好きですね相当好きですでもでもそのような生き方になりたくはなかったっていうところも含めていいよねよさぶそそこはやっぱでも届かないとこだったんでしょうねやっぱあれができた 馬生先生やっぱすごいよねっていうこと言ってたんでしょうね作品はすごいと思って尊敬してるが俺はあれにはなれないっていうところのわきまえもあったってことですねそうですよ<ー>素晴らしいなるほどね、うんえー、よさぶその奥の細道図鑑が見つかるというニュースでしたこれもだからね十分か何かに指定されるんじゃないですかねおそらくすぐなると思いますということですよね、はい、またね見られる機会からは見てみたいですけどね、うん、はいという文化財ニュースのコーナーでしたはい では本編に行きたいと思いますけどね今日はねタイトルたんがタイトル書いてきてくれるけどいつも。<laughs> 今日ねあのお寺の交差点っていう名前になってます <laughs> なんか歌みたいです、ね、どういうことかなって思うかもしれませんけど <laughs> 割とそのまんまですよ今日はねそのままですね,ねお寺の交差点ですはいまああの交差点いろいろありますけどあのー、信号機とかにね交差点の名前って書いてあるじゃないですかはい あのカーナビとかを使う人だとカーナビあの次の何々交差点左折ですとかね、はい、あのナビが言ってくれたりするあの交差点名というやつは意外とあの歴史ある地名を受け継いでいるものがあるよねという話なんですが、はい、まあす今日そういいう話でですすそれしか言わないです <laughs> 今,日今日交差点の名前の話をしますが。はい、あの 興味がある方だけついてきていただければと思いますけど。あ <laughs> <も> <laughs>、はいなしではね、はい、ありますから。<laughs> まあね、あいなしは、多分もう、おそらくですけど、あいなしで一番有名な交差点名じゃないかと思いますよ。だと思います、<れ>一番最初。はい、ね、多分ね、あの、皆さんの想像通りのやつが、最初に出てきますけど。うん、えー、まずは、弥勒交差点です。はい、弥勒交差点。 姶良市の交差点名を何か一つ挙げなさいと言われたら、まあ、これが出てくるでしょうなんならここしか出ないぐらいの <laughs> まあ他の名前わかんねえやという人多いと思いますけどね、はい、今、あのー、交差点名としては平仮名で弥勒と書かれてますけど弥勒、はい、と書かれているからには弥勒、うん、菩薩と関係があるのかなと思ったりしてましたけど、はい、実はやっぱりその通りで、はい、その通りですかございまして、はい。初めてここ通ったとき弥勒って書いてて、うん、え、何この交差点名はと。うんうん、お寺もないし、うん っぽいいいもものななじゃですかまあね別にそこになんかね仏像が立ってるわけでもないからねなんで弥勒なんだろうと思って調べたところかつてこの辺りの地名がですね弥勒村という村だったそうです。村の名前がもう弥勒村だったはい弥勒村だったで近くによく見たら確かに弥勒公民館とかあ公民館ありますから今弥勒地区になってるんでしょうけど治会になってるのか死海ですか今で当時はこの辺が弥勒村だったとはあそうですか でその弥勒村の名前の由来も当時そこにあった弥勒堂に由来するというふうに、うん。うん 言われておりますそうか、弥勒堂が先で、弥勒堂がある村だから、弥勒村という名前だったのね、これがですね、カジキの資料に残っておりまして、カジキ古今雑誌というですね、出ました、これね、たまに出てくるやつですけど、もうカジキの歴史を調べるなら、これを見ろのような図書館の郷土資料コーナーにありますよ、それに書いてまして、この弥勒堂があった場所は、当時、草水と言われていたと。 草,水はい、草に水で草水ううでここが調査とカジキの境だったと調査とカジキの境ああなるほどねそれはまさに今もその通りかなというところですね、うん、確かにで当時ここに草水の池という池があったとですけどこのかじき古今雑線が書かれた時点ではもう池は埋められて水田になっていましたよと書かれてますうん、うん、でこの草水の池の南の方に別府川が流れてるんですが うん、そこと調査の境にあの船の渡し場があって、そこは街道になっていましたよと国道10号線は当時ないから、橋はかかってないわけだ、渡し船で渡ってたんだが、その草水にあったよというふうに書かれているので、ここが昔、弥勒村と言われてもいたし、草水とも言われていたというのが書かれています。そののの由来の場所がこの交差点と、はい なぜここに魅力堂があっっったののかかかてていうのは分かってるんですかねそれがですねあの昔鎌倉時代の話なんですけどここがですねこれもまた難しい用語なんですけど、うんえー、小八幡宮陵というですね <laughs> あ<の>、えー、小八幡宮陵今でいうと鹿児島神宮の持ち物だった、はい、あちょっと話横道にそれますけど鎌倉時代、まあ、江戸時代ぐらいまでそうなのかなこう武家社会の時代ってその 土地が誰のものなのかとかその土地を誰が納めているのかってものすごく入り組んでるじゃないですか。うんはい なんかこう一枚岩じゃないというか,、はい、なんかその辺のルールがすごい現代の我々の感覚から理解しにくいポイントでもあるよねそうなんですよ、うん、まあそれが荘園制度というあ出た制,度制度なんですけど、うん、これ僕もまだ理解しきれてないんですけど、うん、まあ簡単に言うと、うん、あの平安時代ぐらいからはい、はい、鎌倉時代初期ぐらいにかけて国史というものが各国に派遣されて。はいはい これもほらその歴史の教科書とかで最初に出てくる感じで言うとさなんとなくこう県知事みたいなことなのかなっていう理解を一旦するじゃん、はいでまあ、大きく間違いではないんだけどって感じでしょそうです、ねうんまあ。 今,で今の言葉ばでは県知事になってしまうんですけど、意味的にはまだちょっと違うんですけどちょっと質的に違うよね、そうです、うんまあ、とりあえずこの地域の管理を任せたみたいな感じの人ですよね、うん、行政の責任者という意味ではそうだけどって言われたよね、はい、でその人たちが力を伸ばしてくるわけですよね、だん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 、やっぱりこう上級の方々なので、力があるので、すると。 地元の豪族たちが土地をこう奪われ始めるんですけどそこをですね取られないようにするために、うん、ここは、うん、その由緒ある神社の土地だということにして土地をですね鹿児島神宮に寄進するんですね、うん、どんどんああそれはその中央から来た人たちに土地を奪われないために寄進しているそうなると、うん、まあ一応寄進しているので。うんうん まあ名目上、やっぱりちゃんと神社の土地になっていくわけです名目上、ここは神社の土地ですよと、はい、国司みたいなのが来て、勝手に持っていくことはできませんよと、そういうのがどん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 独立していくんですね、うん、今度はまた。 すると鹿児島神宮が持っていた土地と国士が持っている土地と豪族が持っている土地と言ったら島津のよう島津荘のように貴族が持っている土地とっていうのが乱立するわけですね。しかもこれ入り混じってるわけでですそれがどんどん時代によっても土地がどんどん所有者が変わっていくのでまたぐちゃぐちゃしてくるというのでだんだん分からなくなってなくんるよね。 そういう意味で入れ混じっていくんだけど、その中で鹿児島神宮、まあ、小八幡宮陵の場所だったのが、この弥勒。はい、弥勒というところ、ね。場所だったよと。はい、ちょっと話が横道にそれて戻ってきました。戻ってきました。はい。で、あの、当時、鹿児島神宮がですね、その自分たちが持っていた。領に、領、はい、地にですね、うん、神社を建てる。ということをしたそうです。神社が持っている土地なんでしょはい。そこに。自分たちの神社の分社を建てることによって。はい さら、はあ、にこう支配を強めていくと。なるほど。その一つが一番有名なのがカモ八幡神社なんですけど、あ、そうかそういうことか。カモ、はい、は元々のその昭八幡宮料なので、うん、あのそういう神社を建てたと。だからアイラとかアラタとかですね、栗のとか。 加茂がまあ、四つのトップの、領地だったんですけど、ここには全部今も八幡宮残ってます。ああ、確かにあるね。新八幡。あるある。で、栗野は勝ち栗神社。はいはい。で、加茂は加茂八幡神社で、あ、間って言ったら、あの大隅の間ですね。間三両の間です。あっちにも、え、八、あの、八幡神社という名前で、今まだ残って。ああ、そういうことですか。なので、この場所にも。 若宮神社という神社が建てられたそうですね、はい、でその若宮神社を管理するために弥勒堂というものが建てられたんじゃないかと、そのお坊さんが常駐して管理するために。はいはい、これもね、もう何回かたくさんの話には登場してて、何回も聞いてはいるんだけど、いまいちやっぱりピンとこないんですよね、神社の管理をお坊さんがすんのって、っ感覚的には思ってしまいますけどね、うん、そ,うそうなんですよ。うん、これれがどういう戦いで生まれたか、まあ別途 別,別に当たるお寺、別当寺というんですけど、これ別当寺とか、そういう神宮寺とかも言いますけど、この制度がなぜそこまで重要視されたのかっていうのが、まだちょっと研究がなかなか進んでいないというか。うまあ、でも、まあ、とにかく神社のところにはお寺も同時に建てられて、お寺のお坊さんが神社の管理もしてたみたいなことがあったのはあったんです、ねはい、そ,れそれが大部分を占めていたという<ー>なので、ここでもそれが起こっていて、はい、でいつしか若宮、まあ、神,神社はなくなって、今、ちょっと名前、うん ちょっと離れたところに若宮神社っていうのがあるんですけど13あの奥の方にあるんですけど、はいはい、ここが映ったかちょっとわからないですあ、同じつながりがあるものかどうかわか,からないですね、名前だけ使ったかもしれないですでど弥勒堂はそらく残っていたそうです、江戸時代までですけど、廃物希釈で壊されて、はい、で今、ですねあの地元の方々があのその埋められていた弥勒さんが埋められていたそうなんです。 廃でそれを掘り戻して、でこの弥勒交差点から 600m ぐらい離れたところの岩壁の中に安置してあります。だから一応、ちゃんと弥勒はあったということな弥勒交差点の近くに弥勒はありましたとい弥勒菩薩さんもいらっしゃったと、これだから埋めてたのを掘り戻してっていうことは、やっぱり地域の人たちとしては廃物希釈だけども、これが失われてしまうのは忍びないと思ったってことでしょうね、隠した人がいたんだろうね。おそらくて掘りり戻せるっっいうことは埋めた場所をしか てる方がいたってことだね、やっぱ守るという、うん、守ろうとした人がいたから、はい、まあ、ね、掘り戻すことができたということで、この交差点の名前が魅力になっただなったと、あ<ー>素晴らしいですよね、うん、これ、あの今もその岩壁内に安置されてるんですよ、ね、安置されてます、ちっちゃい石像が安置されてました、見ることはできます、あっこの岩山は多分ん湯湾岳だと思うんですけど、はい、えっと、えっとね、 どっち側からからな高岡公園とかの方から見ると、あそこの、ね、山が5つ並んで見えるので、五郎峰と呼ばれるわけです,そうなんですよ、五郎峰の一番端っこの山だよね、岩ね。岩だけねかっこいいですよね、五郎峰ですよ <laughs> <laughs> あの。中国の五郎峰に似てるというのが、なんかね、そのルーツらしいですけど、ちょっとね、今、採石場とかで、石が捉えて、少し山が削られてしまってますけども、そこになんかこうね、弥勒さんがいらっしゃるって、なんかちょっとね、いいですよね。弥勒菩薩って、じゃあ何、何っていう話なんですけど。 これですね未来の仏様で未未来の仏様、はい、未来のの仏仏様様なんです、これあの、まあ、どういう教えかというと、教えというか、どういう仏さんかというと、ですねお釈迦様が亡くなった後、うん、まあお釈迦様が亡くなったということは救う人がいなくなるということなんですが、その世の中を救う人がいなくなる、新しく救うためにこの魅力さんが来るんですが、はい、それが来るのが5億7600万年ごと。 っててて書書いいあるの書いてます何かの仏典に、はい<う>お経に書いてあ <laughs> 5億年後に来るよって書いてある、はい、中国計算だったら40億年後ぐらいになる、<laughs> だいぶ違う、<laughs> 10倍違うじゃん地球ないぞというぐらいですけど <laughs> <ー>、<laughs> に救いにやってくると言われている未来の仏で、まあ、この弥勒菩薩のお経によると、ですね3回、説法するそうです、降りてきて、うん、いやその降りてきた3度の説法で約300億人の人を救うと書かれてる。うん 地球の人口をはるかにカバーしますね。一回の説法で九十億人を救うと。もう一回でいいじゃん。地球上にそんなにいないよ今。いやいないですけど。いや五億年かわからないです。ああそうだね。っていう風に書かれてます。で日本にはですね、飛鳥時代にこの仏様は伝来して、平安時代に大流行したと言われています。でも有名なものが、あの京都の光流寺というお寺にある木造弥勒菩薩半跏像といってですね、あの 歴史の教科書の多分一番最初に出てくる仏像へえをちょっとこの本に手をこう置いてあなんかあるあるそういう仏像足を組んでる仏像があるんですがあれが多分日本で一番有名な,魅力菩薩像なはいはいはいあ,あのポーズよく見るよね <laughs> あれ見ますねほっぺたにちょっと手を添えてなんか足をちょっとね足を組むというか足を傾けるというかそうです、ねうん、あれが多分一番有名なんじゃないかなとあれ弥勒さんなんですかあれ弥勒さんで,すで<ー>国宝ですね、うん 未来そんな、ね、すごい未来にやってきてあんなポーズしてるだけなのに何百億にも救っちゃうんだねちゃんと説法もしますから。あそうですか、えー、というのが現在の弥勒交差点はね結構あの渋滞する場所でもあらゆる道が弥勒に通じているのでね <laughs> そであそこ混むんですけどね。 力のでなななんとかからいいでですやもやっぱ魅力様の力があるから人々が集まっちゃうんですよね、逆に考えると。だからもう、あそこ、渋滞で詰まったはもは、これはご利益だと思って、ちょっとね、心穏やかにした方がいいかもしれませんね。説法を聞いてると思えばいいかもしれないですね。ちょっとね、心を落ち着ける時間に当てたらいいんじゃないですかね。ということで、の今日大体こんな話が続きますけど、大丈夫ですかと言いながら。えっと そうねあといくつかあるかもう一個行こうかじゃあもう一個行きましょうか続いて鹿児島市です次鹿児島市鹿児島市にある大見堂交差点大見堂大きなお堂と書いて大見堂いかにもお寺な感じの地名ですねしますよね大見堂交差点ちょっとピンとこないけどどこですか鹿児島市の和田にあってですね和田かはいまあ谷山の方はい南の方だよねそこから坂の上というところに鹿児島国際大学の方に行ける道があるんですがそこの途中にある交差点が大見堂という 交もう大海道、もう仏教系、仏教集、お寺っぽい名前ですね、この周りでも実は、何もないんですね今は何も残ってないで、郷土市とかを見ると、ここに昔、大きな海の道とか言って、大海銅というお堂があったからと言われてるんですが、大きな海の道ね、いろんな文書を見ても、その存在が確認できない。 可能性的にもう一つ考えられるのが、はい、この交差点からずいぶん離れます、うん、900メートルほど離れたところにです、ね、次、うん、元寺というお寺が当時、あ今、次元寺公園になってますけど、駅駅ももああるよね駅もあります次、うん、元寺というのがおそらく、次、まあ、元寺関連のお堂があったのかなと。次、まあ、元寺自体は大きなお寺だったんでしょう。そうです、うん それかですね、はい、もう一個、一個今、今パッと思い浮かびましたけど、今、今、この辺りって当時、海が近いんですよ。ああ、海岸線がもっと内陸だったってことはいか。内陸、あ<ー>今の,あの産業道路の辺りまで全部海だったんで、近い海の道を海道、ああ、なるほどね。 あまあ滋賀県の感じ、ねね、に近いですよね。に<ー>んそこに何かお堂があった可能性も今ちょっとパッと向かいましたけどこれはたつさんの思いついた仮説ね。そそののおお堂はおそらくこの次元寺に、うんうん 付属していたものじゃないかなと僕は思ってるんですがなるほどね、なるほどね、このどっち子しろこの次元寺というお寺は何か関わってるんじゃないかなと僕は思いますあ<ー>でも、交差点の名前に近江堂っていうのをつけようっていうぐらいだから、その地名としてはずっと残ってきたんだろうね、そうですね、そう呼ばれてはきたんだろうね、はいこの、この辺りのことを。で、この正面、あれですね、この次元寺、はい、今からの季節、ちょっと皆さんね、はい 風景ががいいいので言ってほしいんでしんすが元寺と言えばねもう,もう,そうめん流しもう今の季節はそうですよね、はい、そうめん流しなんですよ、うん、ですけど、はい、ここの次元寺のそうめん流しは人は違いますよ、はあ、これはですねこの場所で江戸時代からそうめん流しをしていたっていうのが間違いなくあるのであの江戸時代の書物にです、ねうん、そうめん流しをしてたって書いてるのでこのお寺で江戸時代の書物にそうなんですよ くるくる回ってたの回ってないでしょうけどくるくる回ってないおら回ってないんですけどこのお寺ですね昔お寺の真ん中を今もですけど川が和田川がぶち抜いて川が流れてるよねそこでそうめん流しを統治してたんです川で川でええんか川魚いっぱい寄ってきそう確かにタンパク質そうそう餌だっつってねそうかそういう感じなのか昔のそうめん流しってそうです 竹を使ってたかはからないですけど石を掘ってたのかもわからないですけど当時、そこの川でそうめん流しをしてみんながお酒を飲みながら踊ってるという絵が残ってるんですねそういうエンタメスポットであったんだからねなので鹿児島そうめん流しは有名ですよくるくる回るやつでですけどここはもっと古くても200年の歴史を持つそうめん流しの場所なのでくるくる回る前から流してたと川にダイレクトで流してる時代から。 有名、うん、<laughs> なので、でうん、ちょっとね、ここは一回このそうめん、歴史あるそうめん流しを楽しみに行ってほしいなと <laughs> まあ、ねまあ、確かにね、近江道と呼ばれる痕跡になった何かをね、そうですね、近江道交差点をです、ね、右に曲がってまっすぐ行けば着くので、ぜひ近江道公園を曲がりつつ、ここは近江道かと思って曲がっていただきつつ、そう,そうめん流しを楽しんであのもらった資料にはあの写真も載ってますけど、割とこうなんと広々とした交差点ですね。割と大きいお堂が そうですね区画的にはだいぶ広いところが残ってそうなので道の形が一緒かどうかわかんないけどそうですかここで歴史を感じてほしいなと思います三国名勝図絵に載ってる次元寺の絵も持ってきてもらったんですけどやっぱり次元寺って大きいお寺だったのね大きいですねちょっと変わってますよねでもねそ川のすぐそばに橋がかかって日本庭園みたいなそうです観音堂がこの橋も今残ってますそそのままうなんだそのまま残ってます でお,堂のお堂はないですけどお堂の後も場所もこのまま残ってるので、うん、あ次元寺公この雰囲気も楽しみながら参ってほしいなと。あれですよね、三国名称杖のこう絵図を見ながら 今の土地と見比べるみたいな遊び方はいいですね。めちゃくちゃ楽しいですよ。ねえ、はい、お金かかんないしね。そうです。うん。次元次元に行くときは一回ちょっと図書館によって <laughs> 三国名書図絵のちょっと絵を見てね。はい。見た上でちょっと行くとあ同じ川の形じゃんとか、ね、ここだと思うので。ああ<ー>。ぜひぜひと。面白いんじゃないですかね。はい、はいえー。ということでこんな感じで今日はお寺の交差点の話をしておりますが。はい。一きく行きましょうか。はい。ちょっと待ってね。はい。ちょっとあの交差点なので。はい。 車系の曲なるほど。わかりました。じゃあたったの曲紹介お願いします。<laughs> はい。ということでですね、まあ今日のテーマ今言いました。交差点ですから、まあちょっとこう交差点通るときはね、やっぱ大体車乗ってますからね。あそ、ね、あの車にまつわる曲を聞いていただこうと、うん、はい。思います。はい、これはですね、あのカーズというアニメーション映画がったんですか。はい当、はい、たった。はい。その主題歌からです。<あ>ラスカはいラスカーフラッツライフイザーハイウェイ i love you さあ今日はですねお寺の交差点という特集をしておりますけれどもはい、えー、お寺の名前が残っているあるいはそれがルーツになっていそうな交差点名をちょっと探ってみようということで姶良市の弥勒交差点、うん、それから鹿児島市の大見道という交差点を紹介してもらいましたが。がはい 続いていきましょう、はい、続いては霧島市ですね、はい、霧島市の西高寺交差点とこれは地名としても残ってますよね西高寺っていう地名は西の光のお寺の交差点と、はい、まあ場所的には隼人、うん、ですね鹿児島神宮を過ぎて、はい、まっすぐ上に,上に上がっていって,て、はい、まあ交差点があってそこをまっすぐ行くと妙見温泉左に行くと鹿児島空港右に行くと えー、の姫路とかですかねあっちの方に、うん、温泉の方に日向山とか、はい、あっちの方に行くという交差点が最高値という交差点なんですね。ね、はい でこれはまあ今言ったように西高寺村というのがこの辺にありまして、はいはい、その西高寺村にちなんだ交差点名なんですが、西高寺村という村の名前も、お寺の名前ですよね。そうです、はい、西高寺というお寺があったので、うん、まあ西高寺村がついたということなんですが、うんうん、この西高寺というお寺はです、ね、ずいぶん古くからありまして、はい、平安後期にはあったと言われている古いお寺で、うん、古いですね。 なんんかあるんですね今ここにですね、はい、日吉参納神社という神社が残ってましてそこれがその当時、西高寺を守っている神社鎮守だったと言われてますでそれ以外のものはあんまりないんですけど異物がこう本当にだから古いお寺なんだろうかという感じだったんですが、はい、現地に行ってみると参道の横あたりですね、うん、やたらと古い石灯が転がってるんですね。 お墓でもない供養塔のようなう、はい、壺みたいな形のですね壺みたいなそういう壺みたいな形の石塔っていうのは鎌倉時代とか南北朝方、室町の初期ぐらいまでしかないのでうん、うん、おそらくそこまでは遡れるお寺なんじゃないかなとあ、まあ、少なくともそのぐらいの時代には、まあ、ざっと千年近く前にはあったということここもですね最高寺交差点を見たところ周りにお寺なんてもうないです。 どこにあるんだと今現在はね、その跡地すらも、まあ、どこなんだろうと思ってしまうと、特定はできない感じですか、はい、でその日吉さんの神社の横にあると言われてて、まあ、実際そこはあのお寺の跡なんですが、そこまでなんと2キロ離れてるといいですね <laughs> お。じゃあ結構、まあ、でかい寺だったということですか、まあ、でも2キロだからねそうなんです。だからら、うん、おそらくこれはですね、うん、最高 地があったから最高寺村じゃないですかのお,おそらくもう端っこのところだったから、ということで、この随分距離が出てしまったと。ミロクは600メートル、次元じゃ900メートル、最高じゃ2キロ離れた。2>, 2キロか。はなので、これはですね、おそらく僕が遭遇したお寺の名前の交差点名と、はい、そのお寺の現地の場所が最も離れた。最も離れてということですね。はい、2キロ 2> <ー>と。 西高寺というお寺については、三国名勝図にも記載があるあります、はい、で、あのー、そのお寺の横に鎮守と書かれているです、ね、あの三納社と書かれているんですが、お堂が書いてるんですかね、はい、それが今残っていると<ー>いうことです、そで,すかでそのお寺の場所は今、どうなってるかというと、茶屋になってますあ,あの飲食店さんですね、そば、はい、茶屋、福屋ギャン。 美味しいですけれども <laughs> ですけどあとまあ何ですか、ね、あの飲食店さんの中では比較的、佇まいはお寺に近いのではないかとそうですね思いますけど和、ねまあ、風建築ですし、はいまだ,だに、はいあのまあ、お寺って人がお参りに来るじゃないですか、ね、人が集まる場所ですよ。うん、で今もその姿は変えているけど人は集まっているような <laughs> <laughs> まあまあ大きく言えば、ね、人の集まる場所ではあるかもしれませんね。<laughs> というのがこの最高寺交差点ですね<ー>だから,らく疑問に思ったことがある方もいるかもしれないですけど。はいはい これだけ離れてると、うん。 その最高寺交差点がががある場所がそここおでではなかったってことですねです近くだけどっということですね。そういうパターンもあるのよね、だから地名として残っている場所と、実際にお寺があった場所がぴったりは一致しないっていうケースもあるのよね、そうですね地名って難しいですよね、難しいですね、少しでもその地名にかかってると、その名前がつくじゃないですか、なので、もう恥と恥だったらずいぶん離れたところになってしまう,うまたほら、人は地名をつけるときにさ、何かにあやかりたがったりするからさ。あなるほど ね、あの東京ディズニーランドってつけちゃうじゃん、千葉県だけど、<laughs> 確か<に>どうしても。県すらも違うのに、つけちゃいますもんね。つけちゃうじゃん、んでね、なんかもう、もうだいぶ離れてても、なんか新橋ぐらいでも銀座なんとかとかつけたりするじゃん、それはなんかこう、ブランドのある街とか、そういうこうね、あのものにあやかりたいっていう。 形でずれていくとかもあるしね。そうですね。なんか、うん、そういう大きなものがやっぱつけたくなるんでしょうね。ううん、なるほどね。まあでも最高寺交差点まあ最高寺という地名はまあ本当にあった大きなお寺にちなんでいることは間違いない。そうです。ということですね。はい。じゃあの最高寺付近のそば茶屋であのそばを食べるときは。 思いをはせていただいて、あ本当ですよ。あのあのそば茶屋さんの空港バイパスで食べれる時はですね、もうまさに精進料理を頂いているような気持ちで、まあまああのかつてお寺だからあのそば茶屋のものではないけど、あのそば食べた人もいたでしょう。間違えるぎだと思うで、いたでしょうね昔もね。うん。ここお寺だったなと思うとありがたみがまた増す。とそば茶屋さんはそういうことはあまり意識されていないと思いますけど、はい。ええ、まあ最高寺交差点、霧島市でした。はい。で続いてですが再び鹿児島市に行きましょうそうです。これがですね、あの今までは この三つですね、前の三つは今も見ることができる名前なんですが。次の交差点名はですね、うん、もう今ないです。交差点名としても、もう今はない,、はい。変わってしまってないんですが、はい、それがですね、柿本寺交差点と言ってですね。柿本寺、はい、柿は食べる柿ですね。はい、にも、元は本ですね。本部<の>区のですね。柿本寺という交差点がありました。当時。うん、どこですか。 これはですね鹿児島市内の今名前変えて鍛冶屋町交差点と、うん、あんな町な、はい、あの幕末志士のふるさとじゃないですかそうですよ、はい、なってるあそこが柿本寺だったと、うん、で当時ですね鹿児島城下に柿本寺という予定が本当にありました、はい、で場所はですねこの今の交差点から少し離れて平田公園というところがあるんですがはい、はい、その平田公園のちょっと先のですね、うん、城山の真下あたりに柿本寺というお寺が当時ありましたあったのね。ああったん 交差点名はなくなったんですけど、うん、この柿本寺からですねま、うん、っすぐ伸びる道路、はい、あれが柿本寺通りと、へえ、あ通りの名前にな、はいうんだ。あの新幹橋までの間のあの通りが柿本寺通りと言われてまして、おそらくそれが柿本寺への参道だった、はい、ということで、名前が一応まだ通りには残ってます。で、ここですね、あのー、昔、なぜここが柿本寺交差点と言われてたかというと、うんはい これはですね実はお寺に関係しているというよりも、はい、当時、ここをですね鹿児島の市電が走っていましたあ当時走っていましたということはもう今はなき一色線,線なんですね、一色<ー>線の最初の,あの始発駅が柿本寺通り停留所と。停留所とあ意識線の始発、はい それにちなんでここが柿本寺交差点と言われていたそうですねそれもですね、えー、1967年にこの柿本寺通り停留所というのが梶谷町停留所という名前に変わったので、はあ、おそらくそのタイミングでこの交差点名も梶谷町交差点に変わったんじゃないかと思われてますえ 停留所から鍛冶屋町停留所に変わったのが1967年、はい、昭和42年ですから、ご、うんまあ、年配の方は覚えてらっしゃる方もいるかもね、あのー、柿本寺交差点を。実は今、60代の方、はい、65ぐらいの方は皆さん、柿本寺という地名、はい、皆さんご存知でした、はい、あそうですか聞くと、えー、あ,あそこは柿本寺だと。60代半ばぐらいといととうことはこはの当当時時名前が変わった当時で 20代ぐらいか。そうなりますね。ああ、それは覚えてるでしょうね。はい。うん、なので、あのー、ここをですね、梶谷町交差点と言わずに、いまだに柿本寺交差点という方も結構いらっしゃいます。えーあ、そういうのあるよね。なんか、ある年代から上の人だけが使う地名の通称ってあるよね。そうなんですよ。うん、まさにそれがここで、<ー>柿本寺っていう名前は皆さんに言いますね。えー、あ、そうなんだ。だお寺の あの名前も本当は柿本寺だったかもしれないですし、そういう名前だったかもしれないんですけども、うんと、もう広く一般には柿本寺と言われているので、おそ、うんはあはあ、らく柿本寺交差点でいいんじゃないかなと。うん、なるほどね,、はい、まあね今もう、もうその意識線自体もなくなっちゃったからね。意識線も1985年にな、はい、くなっていますから、停留所の名前としてもなくなりましたけれども、うん、まあでもこの柿本寺も。 まあまあそれなりのお寺だったんですよねあこれは大きいお寺ですね、もともとこれ、加瀬田にあったお寺なんですけど加瀬田、はい。どの武田神社の横にあったんですが、はい、島津の家久さん、吉弘さんの息子ですね、当時の住職が大変気に入られまして、はいはい、もうこっちに来いということで、あのはい、お寺ごと。 鹿児島城下に、<laughs> <laughs> ああ、そういうことあるよね。はい、うん、移しました。はい、で、元の場所にはお地蔵さんを祀る柿本お地蔵堂というものだけが残っていて。まあ、それは廃仏毀釈でなくなったんですが、<ら>お地蔵さんだけは残ってます。うん、あ、そうですか。はい、えー、残ったのは加瀬田の資料館に入ってます。えっと、じゃあ、加瀬田の方には柿本地蔵はいるんです、ね。います。でも、現地はもう、あのー。 ただの藪の墓地になってまして埋もれた墓地ですね竹藪になってて一回入ったことあるんですけどどこにでも行ってるのかっていうの結構面白いものがいっぱいありましたはいうのがこの柿本寺ですねで実はこれ、意識線の中にですね今回の交差点の名前とはちょっと違うんですけど新松院停留所というものもありまして新松院という地名ありますね新松院町というのがありますこの新松院というのも実はお寺の名前から取られているというですね新しく 院と書いて新松院という地名は今もありますよね。そうです。新松院観音堂というのが当時あって、はい、そこがまあ六時あ六月堂の発祥のお寺だったと。ああはいはいはい聞いたことあるよ。はい、言われているので、はいはい、意外とこの意識性はお寺とこの関係が深いというところですね。なるほどね。うん、いや地名の由来、まあ今日は特にそのお寺にその地名の由来がある。 特にその交差点をピックアップしてもらいましたけど、はい、まあ交差点以外でも、うん、なんでこここんな地名になってんだろうみたいなものはね探すといろいろありますわねあるんですよ、でここも,もう一つ今日情報がありまして、はい、こ鍛冶屋町交差点鍛冶屋町の名前の由来は何なんだと鍛冶屋さんがあったのかなって思ってましたけど勝手にと皆さん言ってるんですが、まあ、それも一つの説です、はい。だ、もう一つの説がありまして鍛冶屋町の「鍛冶」っていう字をなんか見覚えないですか 町の事、はい、加える、える納める、めるこれを使っている地名が鹿児島にありませんか、はい、実はですね、はいあのー、これ資料が残ってまして、はい、札幌小王というです、ね、明治時代に当時の 薩摩の反省文書をです、ねはい、集めた書状がありましてそこによるとです、ね、<う>島津義弘が亡くなった次の年、うん、1619年頃なんですが、うん、島津義弘の家臣だった梶、はい、島津家の梶州というのがいるんですが、はい、その家臣なんですね、はいはい、が鹿児島城下に移されたという記録が残ってます。 でこの方々が住んだところがですね、うん、今でいう二巻橋通りから三巻橋通りといって、飲み屋街ですけど、はいはいまあ、天文館付近ですね、はい。あの辺りに屋敷が並んで、うん、そこをですね、カジキババと呼んだと。カジキの人たちが移り住んできたから、はい、カジキババと呼ばれたと。呼ばれたというふうに、はい、あの本当に文書が残ってます。はい、で、その範囲が今のカジア町のほぼ半分に当たるわけですね。は<ー>なので、はい、カジキ州の屋敷町というのが、 ぎゅっとくされて、鍛冶屋町という名前になったのではないかという説があります。<ー>で、うん、鍛冶が、刀鍛冶とかが住んでたからと言われてるんですが、これがちょっと僕の中でも怪しくて、うん、まず漢字が全然違う、まあ、確かに鍛冶屋さんの鍛冶とは字が違うなとは思ってたけど、はい、で字もですね、鍛冶の字,鍛冶の字って、あのうん、三水に大じゃなくて、二水に大なんですね。 漢字全然違うんですよ確かにそうだのなまるにしても「家事っていう言葉って元の,、うん、元の語源が金打ち金を打つ金打ちがなまってかになってそれに当て字したのが家事なので、はい、まあこれがなまるかなと、はい、プラスは、はい、あのこの家久さんとかが、まあね、島津家久とかが今の鹿児島城下の基礎を作ってるわけですがうん、うん、その作り方を見ると。 その武家と武士,武士と商人の地域ってい、ね、うの、ん、は明確に分かれてるんですね。そうか、鍛冶屋があったとすると、商人の地域にいるはずだと。なので、あそこに鍛冶が入るかなと、商人の人たちが住むのかなと、<ー>居住地区としてそこになるのかなという疑問があるたくさんの仮説としては、梶木屋敷町という語源なのではないかい、はい、これをですねと。 ちょっとこう軽く論文というものにまとめていったのを見て、はあ、確かにと <laughs> で、西郷さんたちがいた、あそこはまさにその鍛冶屋町じゃないですか、武士が住んでるわけですから、そこに商人系の鍛冶がいっぱい住むのかなというのがあるので、僕はこの鍛冶紀州の屋敷町というのは、鍛冶、はい、屋町の由来の方は有力、こっちが有力なんじゃないかなと思ってしまったと。もううそれれでいきましょう <laughs> これからあの 幕末志士たちはカジキ州が生んだと言っていきました。そうですよ、まさに、もう地名はそうです。<笑><笑>ね、で、このカジキ州がおそらくいなくなって。はい。で、そこに、まあ、そういう物資のジャーが住んで、うん、まあ、この名称だけが残ったんじゃないのかなという。なるほどね。のが、まあ、説として唱えられていると。うん、ああ、でも、こういうのは。わからんよね、資料があれば、記録に残っていればわかるでしょうけど。うん、はっきりわからないことの方が多いでしょうね。ねそうですね。ただ、ここに住んだというのは、もう間違いがないので。うんうんうん そっちでいいんじゃないと、<laughs> まあ、かつてカジキ州がいたことは間違いないと、ね。間違いないです、うんはい。島津義弘の、あの、はいはい、まあ、家臣ですね。もともとね、な、うん、くなってしまったので、城、うん、下に呼ばれた。というような資料です。ああ、そうですか。鍛冶屋町の見方がちょっと変わりますね。 なんね、愛らしい側から見るとね、誇らしくなりませんか。まあ、あそこ、うちの、あの、祖先が、ちょっとね、あの、こうしたとこだから、みたいな感じのね。そうですよ。感じがしてきますねちょっとね。だ、おそらく、別のその、鹿児島県仕様の。もっと、こう、旧記録とか、いうのを細かく見ていくと、ひょっとしたら、何か。あ、記録があるかもしれない。あるかもしれないですね。はい。本当に地名って調べると、いろいろね、あの、面白いんですよね。面白いです。あの、交差点名じゃないですけど、以前、あの、うちの、蔵林ラビューマガジンでもね、あの、愛らし内の地名で、地名の由来がわかりそうなものを、ちょっと頑張って。 もといて、はい、あの記事を書いたことがあるんですけどやっぱね ふだん、何気なく使ってる地名でも、いろんな説があったりするので <laughs>、ここからもすぐ近くですけど、船津という地名があって、これはもうあの川のそばですから、当然、船着き場があったんだろうというのは、誰でも思いつくいところですし、実際そうらしいんですけど、船着き場もあったらしいし、それが由来らしいんですけど、なんかね、ある資料によると、これ、図書館で読んだんですけど、なんかね、地元の人から聞き書きをしたものをまとめた資料があったんですよ、はい。 出版されたものというよりは、一般の方、有志で作られたような、うんあのー、地元の人への聞き楽器資料みたいなのをまとめられたものを図書館で見つけて、はい、読んでたんですけど、それはその、まあ、船着き場もあった、それも地名の由来になっているということも書いてあったんですが、なんかね、ある、あのー、地元の方のお話によると、その川岸にあの大きな船の形を、船形の船の形をした岩があったと。 ことがあって、はい、でまあその 書いた人もそのその場所に行ってみたらしいんですけど今はもうその埋まってしまったのか流されてしまったのかわからないけれどもまあ何もそれらしいものはないとただ大きな船型の岩があったという話もあるのでそれが地名の由来になっている可能性もあるよねって書いてあってああそれも面白いですねこれはねあの面白いあのいい伝えだなと思うわけですよだからなんかねあのそんなのいっぱいあるんだろうなっいっぱいありますよね記録に残ってない地名の由来みたいなやつはねその船がついた種類も全然違いますもん誰がついたかみたいな話もありますから、ね、そうですよねそうですよね。うん 地、ね、名,名シリーズは、ね、いくらでもできるなと思うんですけれども、うんあの、このお寺の名前もちょっと不思議だなと思っているはちょっと最後に1つ紹介しますと、はい、え番組にも、ね、よくメッセージをくださいますが、加茂、はいえー、町漆で先日、うん、出口寄行というイベントが行われまして、舘さんにも、ね、あの資料は見てもらいましたけど、加、え、茂、ーまあ、町漆に、ね、かつて出口というお寺があったと。うん えーいうことでデグがカタカナなんですけど、はい、これ、ね、どこの資料に出てくるかというと、カモウ集落市という、大変、ね、あのよくできた京都市がありまして、うん、あのこれに出てくるんですけど、まあ、そこにあのお坊さんにまつわる伝説が、言い伝えが載っていて、でその言い伝えをもとに、ね、こういう地域の歴史を語り継ぎたいということで、その伝説を。 えー、イラストに描いて、うん、イラストの展示と、まあ、史跡巡りを合わせたようなイベントを企画されたということでね、取材でお邪魔したんですけど、はい、まあ結構ね、お客さん何十人もいらっしゃって。盛り上がったと。盛り上がったらしいんですよ。はい はいということで、これ、MBC テレビの鹿児島四時でもご紹介したんですけど、あの、まあのまわざとね、あの会場に置いてくださってたので、わざとうるし集落紙の表紙を写すシーンで、あのその横にね、うちのマガジンとたくさんの本をねこう並べて映り込むような形で <laughs> あの撮りまして、あのそんな、はい、ちゃんとオンエアされましたので、そんな配慮をしてくれたんですね <laughs> あのあの。ピントが合ってないぐらいでなんとなくね、おーありがとうございます <laughs>。なんとなく写り込みましたので、はいあのそんなあの仕掛けもしましたけれども、またねこれ、あの そのえっと、漆集落市などの資料によると、ここで亡くなられたお坊さんがいて、うん、お坊さんの命日が6月1日。 らしいので6月1日にこのイベントを企画されたんですけども来年の6月1日どうしようかという話をされてまいいことですよもう毎年やりましょね。<laughs> 毎年公演になっていくんじゃないかなという期待が持てるところですけあでもこの出口というお寺の名前の由来はまあちょっとはっきりしないらしいので、うん、まあこういうのもちょっと気になりますすよねね、うん、そうでお寺の名前も多いですからね気になるのが、はいえー、ちょっと情報をお持ちの方がいらっしゃれば何かという感じですけども、ねはい、調べていくと何か新しい資料が見つかったりするかもしれませんので。はい はい、えー、今日はお寺の名前が由来になっていると思われる交差点名などを拾ってみました。お寺の交差点という特集でした。はい、タツ、えー、さん今日はありがとうございました。<laughs> ありがとうございました。さあそれではエンディング曲も曲紹介お願いします。はい。まあ車にまつわる曲、二曲目ですけど。 これはですね、某 FM ラジオ曲の,、はい、あの、交通情報の、ほう、BGM で使用されてるキ曲です。この曲に反応する方はですねあの、相当ラジオ好きだと思います。<laughs> ということで安全運転でお願いします。フリーテンポでロマンス。